日本国民の皆様こんばんは、愚民とカヤマン陰陽道でございます。まあちょっとひげ面で申し訳ありません。まあやっぱりインターネットにはですね、この天才的な人がいらっしゃいますね。例えばこの林博さんとかですね、私が今ツイッターで紹介している林博さんの、まあ、このナスカ理論ですね、点と線と、あとエハンさんとかですね、先端的なものを紹介しているエハンさんとかですね、まあいろんな方がいらっしゃいますね。まあ私も今このまず今やってるのはこの子ですね、自作 PC ですね。このようにこの、ここですか、このようにハードディスクとかですね、なんとかやってるんですけどね。でまあこれがまあ1月25日発売されました、ビッグコミックですね。ここにもこのデビルマンが登場、永井豪さんのデビルマンですね。やっぱり古代文明をめぐる、物語ですね。これ古代文明ですね。それでですね、まああれこれでよかったっけ、まあこれでまあな、まあしょうがないですね。そこで今日語りたいのはこのまあなんかプロメテウスですね。見えますか、ちょっと、見えますかね、プロメテウスをちょっとご紹介させて、これですね、プロメテウスですね。見えますか、プロメテウス、ここですね。あれ見えるんかな、エイリアンのジョン・スコットですね。私これこの間ですね、まあこれはちょっといいでしょう。ちょっと待って、ちょっと一度変えましょうね。これがいいか。こういう感じでどうですか。プロメテウスのこれが予告編なんですね。あ、なんだよ、どうなってんだよ。プロメテウスですね。これが異国編で、これ私、ですね、この間この、ですね、この間ブックオフでこれ買ってきたんですね、これ、プロメテウスですね。これは日本国民の皆様、ちょっとここで動かしてもらいまして、これはですね、まあどうやって、手を置く場合が、すいませんね、なんかね。これはですね、つまりジョン・スコット、エイリアンを作ったスコット監督が、まあ、エイリアンの原点として作ったわけでありますが、まあ、物語はこの人類を作ったですね、まあ、この遺伝子操作によって、人類を作ったこのエンジニアのに探しに行くという物語だったんですけども、まあそこはやっぱりこの、まあこのなんて言いますか、まあ、JR ギガさんですね、スイスの画家のですね、の絵のようにもこの宇宙人が天体望遠鏡を見てるというようなものも世界があるわけですよね。まあ、エイリアンの最初はこの1979年にこの公開されたわけですね。リドリー・スコット監督によってこの紹介されたわけでありますが、まあ、私このエイリアンでその年頃ですかね、ちょうど、まあ、1979年といえばもう70年代の最後で、まあ、JR ギガのですね、絵画展が渋谷の
パルコであったもんですから私見に行ったんですね。そこで本も買ってきましたね。ネクロコロミンという本も買ってきたんですけども、そこ非常にまあ好きになりましたね。JR ギガさんの絵ですね。まあ、JR、このスイスのが、まあ、このエイリアンのこの基礎的なデザインになったスイスの美術家の、HR ギガさんは、昨年の5月、亡くなったということなんですね。まあ、そこでこの、まあ、エイリアン、そこでですね、語りたいのはですね、エイリアンの最初の映画にも出てきましたようにですね、この宇宙船ノストラ号がですね、ある惑星にたどり着くわけですね。まあ、しかしその惑星にはこの、もう、まあ宇宙人なんかもいましたけども、この、望遠鏡を覗いてるようなですね、まあすでに全部この、死んで、もう亡くなってきたわけですね。まあ、そういうものは今回の、まあ、2012年に、公開されました、プロメテウスなんかにも出てくるんですけれども、まあ、一服させていただきます。まあ、そこに、この、エイリアンの卵が、あったわけですね。最初のこの映画エイリンには、そこでこの、卵から飛び出してですね、その惑星に降り立った宇宙飛行士の中にこのバーンと飛びつくわけですね。で、その宇宙飛行士の体内に入るということなんですね。まあ、ほんで、この、そのノストロモ号の宇宙船はアメリカのある多国籍企業の所有物だったわけですね。で、惑星に行って何かこの生命体を発見したらそれを地球に持ち帰ってこいというこの命令があったわけですね。そこで宇宙船が、このエイリアンが宇宙船の中に入ってきてしまうわけなんですけどもね。いや、この人類とエイリアンとは何かということなんですけれども、まあ私はそこで感じたのはですね、実は惑星に降り立ったのがですね、人類じゃなくてエイリアンだったわけなんですね。で、卵の中に、このこういう形の中にいたのがですね、培養されていたのが実は人類だったわけであります。ですから人類こそがエイリアンだったわけですね。で、この その惑星に降り立った異星人の飛行士の中にバーンとこの飛びついて体内に入っていくというのが実は人類ではなかったのかというふうに感じたわけなんですよ。ですから、エイリアンの映画は人類とエイリアンが反対なわけですね。宇宙飛行士が実は異星人でありまして、エイリアンこそが実は人類であったというのが、この一連のですね、まあ、エイリアンシリーズ。で、映画のプロメテウスはですね、エイリアンの原点に戻るということで、やったわけなんですよ。まあ、そこでは、巨人ですね。人類の形をした巨人なんかも出てきまして、この人類に巨人がいたというものは、この、遺跡なんかも発掘されておりますね。で、まあ、イギリスのですね、嵐が丘を描いた、エミリー・ブロンテなんかもですね、詩を書いてるんですね。ポエム。すいません。私、歯がなくて生ちゃってるもんですから、詩を書いているんですけども、よくそこには、巨人伝説が出てくるんですね。嵐が丘の小説を書いたエミリー・ブロンテですね。ですから、あとは、ギリシャ哲学者のですね、プラトンなんか、プラトンですね。プラトンなんかも、
この巨人伝説には、については、書いてると思うんですよ。アリストテレス、テレストじゃなくて、プラトンだったとも思いますけどもね。で、やっぱりギリシャ文明の頃は、この、やっぱり巨人がいたのかもしれませんね、もしかしたら。遺跡なんかも全部、ギリシャ文明の、これ林さんなんか、林博さんなんかも分析してるんです。一本タバコすいませんね。まあ、ギリシャ文明の彫刻は、大理石ですね。あれはサンデーの、サンデーですね。サンデーの、この、サンデーで立体的なものを、この、作れる、まあ、テクノロジーで、今、サンデーなんとかっていうのもありますからね。立体的なものを作る、なんて言いましたっけ。サンデー、もうちょっと忘れちゃいましたけどね。そういうもので、大理石ですからね。見事に作ってあるわけですよ。ギリシア古代ギリシア文明の彫刻はですね。まあ、いうふうにおっしゃってますけど、非常に信憑性はありますね。んで、あと奈良のこの大仏とかですね、運慶の仏像なんかも非常にこの、あれはこの、組み合わせていくわけですよ。運慶の彫刻なんかもですね。やっぱりああいうアイデアはやっぱりこの、誰から教わったのかということも、不思議ですね。ああいうふうに彫刻を組み合わせていけば、この、鎌倉時代の運慶のですね、仏像ができるというものは一体誰から教わったのかということもありますね。いや、まあ、やはり、まあ、このところも頭もこの創造的破壊されまして、やっぱりこの古代文明と人類ということですね。今、この、まあ、ビッグコミックでは永井豪さんもこの、古代文明のをめぐるデビルマンを書いておりますが、非常にここら辺は人間の根源的な話だと思いますね。で、もやっぱりもうインターネットを見てますと、もうすでにこの、なんて言いますか、この進化論ですね。まあ猿から人間が生まれたというようなこの進化論ってのはもうほとんど、もう否定されているんじゃないかと思いますね。やっぱり人類はこの猿から人類がですね、この進化するわけがないのでありまして、やはりこのまあシュメール文明の物語ではないんでございますが、まあ人類はですね、労働力として。まあ、神々によってですね、作られたということなんですね。ですから、その頃は、この古代にはいろんな、このヒューマノイドがいたと思うんですね。例えば、まあ、私今、芝生の式読んだんですかね。だいぶ前に。今読んでるのは、この、だいぶ古代中国に関する本を読んでるんですけども、その、まあ、芝線の式というものは最初この、古代から入っていくんですよ。この、まあ、最初に作られたのは、この夏ですね、夏。その後にこの陰、その後に秋、その夏の前にはこの、神話的なですね、この、王朝が あるわけですね。例えば、この、神王とか、この、なんて言いますか、頭がこの牛だったりですね。あと、この蛇だったりですね。それが神々として、この人類に農耕なりですね。いろいろ教えるわけですね。まあ、それは本当だったと思いますよ。やっぱり。それは、本当だと思うんですね。芝線の式の最初にそれは語られていくんですけども、それは本当だったと思うんですよ。この頭が、その、まあ、王と言いますか、神と言いますか、人類にこの農耕を教えたとか、いろいろ教える、この頭が牛だったりですね。また蛇だったりですね。この頭が蛇だ、頭が牛っていうのは、この、
ギリシャ文明でも ありますからね、それは本当にいたと思うんですね。このヒューマノイドとしてですね、いたと思うわけであります。まあ、この中国五千年史とかね、このやっぱりこの神話というものはだからバカにできないんですね。神話というものはですね、まあ、日本でもこのありますね、あるんですが、これはあの本当だったかもしれないということなんですね、神話というものは。まあ、私は今このいよいよ現代のこの駅ですね、駅、これをちょっと今ね、ちょっとね、ちょっと今勉強するんですよ。なかなかね大変ですよね、ほんと。これが世界、最後の謎とかですね、失われた文明を求めたとかですね、あとはですね、そうですね、占いまじないとかですね、あとはこれはまあ論語ですね、これもやっぱり今読んでおかないとダメですね。あとはこの中国の四大文明、中国ですね。で、あとはですね、誕生、中国文明誕生ですね。これですね、これが大変ですよ、これ。これですよ。諸教ですね。あと、この、易経と。これが分厚いですよ。こういう本も読んでいかないとですね。なかなかね、ほんでまたこのパソコン作りもやってます。自作パソコン作りなんかもやってますからね。いやー、ほんとに頭がもう完全に崩壊されております。で、あと、やっぱりもう、あと私の命もあと10年ですからね。まあ、そのためには、やっぱり、まあ、いろいろ話あちこち言って申し訳ありませんが、この3つですね。まず、足ですね。足の健康のためにはやっぱりこの5キロくらいやっぱり歩かなくちゃいけないわけですね。1週間に1回ぐらいですね。あとは歯ですよ、歯。もう私上の歯完全にないんですけど、この歯が重要ですね。なんとか今金がないもんで歯医者に行けないんですけども、なんとかこの歯はしなくちゃいけませんね。あとこの CPU ですね。ここのこの刺激なりですね、この展開力を作っていく必要なんですね。維持していかなくちゃいけないわけですよ。そのためには常にこの創造的破壊される必要があるわけですね。今までの常識ですね、をこの破壊されてしまうという、そういうものがですね、世間さ、まあ、教え込まれたものが破壊されてしまうというようなものがですね、必要ですね。あとはこの、インターネット、例えば YouTube なりですね、やっぱりこの、林博さんとか、あと、エハン塾ですね。エハン塾も面白いですね。この先端科学なり、いろんな面白い人をこの、紹介してくれてるわけですよ。エハンさんはですね、そういったこの、まあ、特に YouTube なんかで、この、まあ、この、なんて言いますか、天才を探していくということですね。で、あとは、この、音楽ですね。エンヤーとかですね。そういう、この、まあ、エンヤーの音楽というものは、古代ケルト文明が源流ですからね。こういった音楽なんかも探しながらですね、やっていく必要が、あると思うんですね。まあそういうことで、まあ頑張っていきたいと思っています。まあ昨日は、まあ、で、夜勤から帰ってきてですね、2時間の動画をですね、作ったんですよ。まあ、その動画の音声は、中ちゃんと言いましてね、いつも土曜日頑張って、チラシ配りながらですね、中継動画やってる中ちゃんという方がいらっしゃるんですが、その中ちゃんの中継動画からですね、音声をちょっと録音させてもらって、まあ、音を作りますね。音まあ、ちょっとこのドラム的な音も入れましたので、あと映像もう2時間ぐらい作んなくちゃいけないんですよ。
で、これを作って、んで保存してアップロードするわけ。これもまた時間かかるわけですね。まあ、しかしそれもやっていかなくちゃいけないわけですね。まあ、動画を作ったりですね。で、まあ、やっぱりあれですね。ほんで、あと、日本国民の皆様。まあ、Windows XP あたりの、つまりですね、この、ハードディスクはね、ですね、なんとか、この、この、認識してくれるんですけどね、もうダメですね、これ。Windows XP 前のこのハードディスク、まあ、古いパソコンね、これ、ダメですね、やっぱりこれだとね。全然、認知してくんないんですよ、パソコンが。なんか、Windows XP 前のパソコンですね。これなんかもそうですよ。Windows XP 前のパソコンですけどもね。もう、ここがね、構造が違っちゃってるんですよ、ここがね。なんで、まあ、やっぱり、無理やり入れ込んでもね、もう、まあ、動くんですけども、パソコン自体が、もう、Windows XP 前のですね、今もの構造はこうなってるんですよ、この。これは認識してくれるんですよ。Windows XP 前の。ここがこうなってますからね。ただ昔のパソコンはね、こうなっちゃってるんですよ、コネクターがね。で、まあ、こっちの方がね、この電気を入れるところなんですよ。こっちがね、やっぱり強すぎんですかね。ダメですね。煙出しちゃいますからね。危ないですよ。ほんと、まったくこの自作パソコンも大変ですよ。まあ、なんとかね、まあ、こういうパーツをですね、パーツを集めて、なんとか、Windows XP 頃のパソコンをですね、まあ、なんとか作りたいと思ってるんですけどね、やっぱりこのパーツとですね、まずパーツですね、こういうパーツね、やっと私この間このですね、CPU がどこにあるかってのが分かったんですよ。冷却装置ありますね。あの下にあるんですね。ただこの CPU もですね、昔のパソコンだとね、いろいろあるんですよ。入らない場合もあるんですね。まあ、いろいろこの、パソコン作りも創造的破壊されましてですね、やっぱりこのパソコン、自作パーツを覚えないとダメですね。こういういろんな、このパーツと、この、あとこの、どこにそのケーブルをつなぐのかというようなものもですね、覚えないとダメでありまして、まあ、なかなか、大変ですね。まあ、このプロメテウスですね。非常に面白い映画でしたけどね。まあ、あとはですね、日本国民の皆様、この、まあ、これは林博さんが言っておりましたけれども、ですね、お待ちください。やっぱり、ちょっとお待ちくださいね。今、ほら、縄文時代の、あれあるじゃないですか。いや、縄文時代のですね、ありますね、縄文時代の、土器と言いますか、あれがありますね。ちょっとお待ちください。今、絵出しますからね。縄文時代のあれありますね。ピクチャー。あれありますね、縄文時代のね。俺、あれどこやったっけな、ピクチャー。あれ、どこにあれ。どこにあったか忘れちゃいましたけど、縄文時代のね、あ、これじゃねえよな、これだからな、ちょっとお待ちください。どうだったっけ、縄文時代の、あ、そうか、ピクチャーだったんですね。すいませんね、見てもね、あれないよ、あれ、こうやってね、いろんなのを入れるとね、何がなんだか分かんなくなっちゃうんですよ。ここに、そうでした、そうでした。ここでした。すいませんね。ご縁の皆様。今お待ちくださいね。今出しますからね。縄文時代のですね、
やっぱりね、ありますね、有名なね。これがいいですか、これ。これはあれだから違うな。お待ちください。やっぱりこれ、こっちですかね。縄文時代のね、今、これですよ。ね、縄文時代、これですね。見えますか？見てみましょう。縄文時代のこれですね。これなんか見ても国民の皆様、やっぱりこれは宇宙服ですね。ほんで上の方は、おそらくあれでしょう、地球体験内では、この宇宙船着なくちゃいけませんからね。宇宙船だと思いますよ、これ。で、これが、これがヘルメットですね。宇宙船のね。で、なんて言いますか、この大きなこのね、ほら、あれでしょう、この太陽光線にやられないようにですね、なんて言いますか、この大きなこの、目を守る装置とかですね、あとこれも、全く宇宙船だと思いますよ。見えてますかね、あれ、見えてますかね、これ、全くのね、縄文のこのあれは宇宙船です。宇宙飛行、よしですね、これは。見えてますね。ちょっと待ってください。こうやって ここですね。宇宙飛行車と思いますね。ちょっと待ってくださいね。ですからですね、この、やっぱりこの縄文のこういう時とかはですね、やっぱ宇宙飛行士だったんですね。地球にやってきた。まあ、そのように、思ってますね。今も、私もそうじゃないかと思っていたんですよね。なんかちょっとこの、宇宙、まあ、地球に降り立ったこの、異星人のですね、この、宇宙服に似ているなと。あと、このヘルメットですね。似てるなというふうに思ったんですね。この有名なこの縄文の時はですね、そういうふうに私見た時感じていたんですけども、まあ林博さんのまあYouTube 見てですね、はっきりしましたね。ですから縄文時代にもまあ異星人がいたと、まあエイリアンがいたというね。ほんで、あと、まあ、ですから、まあ、やっぱりこの、中国の、この、式に書いてあったようにですね、まあ、この神々ですね。まあ、それはエイリアンかもしれませんけども、人間にいろいろ教えるわけですね。農耕を教えたりですね。あと、この、教えてくれるわけですよ。人類にこの、知恵を授けたのが、やはりこの神々であるということなんですね。それは、まあ、司馬遷のですね、式なんか読むとわかりますね。司馬遷の式なんか読むと、もう最初からそれ出てきますからね。まあ、そういうことで、この、まあ今後ともそこら辺を研究していきながらですね、まあ研究といっても私の場合、頭バカですからね、バカ丸出し、アホ丸出し、愚民丸出しでございますから、まあ、どこまでやれるかもしれませんけどね、まあ頑張っていきたいと思います。あとはですね、今やってることは、この、絵版塾の講師さんである絵版さんから、YouTube で教えられたんですよね。この、朝の太陽ですね。太陽光に、まあ、見まして、お祈りをするという。太陽ずっと見ると、この、太陽エネルギーがこの目の中に入ってきますからね。まあこのあんまり目をずーっと上げますとこの網膜がやられたんですけど、まあ気をつけながらですね。今これを実践しております。
あとはこの江藩さんがおっしゃっていましたように、この、冷たい水に、水着をと、昔の人はやってましたね、これね。井戸水からこうやって、水をかけて、このね、やってましたね、これ、昔から。で、またお祈りに行っては、また帰ってきて水を浴びるというようなこともやってましたね、この神社の境内でね。昔の人はそれやっていたんですね。まあ、それも今はですね、まあ、この冷たい水のシャワーを、最初浴びてからですね。で、風呂に入るという。やっぱり私、風邪、ちょっと心配なんですよ。冷水だけだとですね、風邪ひ、体温が下がって風邪ひいちゃいますと仕事できませんから。だから風呂に入る前に、まず一回この、水のシャワーで浴びて。で、それから風呂に入ると。まあ、こういうこと、やっぱり気持ちいいですね。この、冷たい水に浴びる、このまあ、神社用語ではこの、みそぎと言いますかね。気持ちがいいんですね。まあそんなこともやっております。まあ今後もですね、この、まあ特に YouTube なんかでですね、まあ天才的な人を、この、探しながら、そこでこの、学びながらですね、まあ頑張っていきたいというふうに思っております。それでは日本国民の皆様、ありがとうございました。今後とも一つですね。まあこの、まあ貴重はこの、やっぱりビッグコミックのね、やっぱりね、面白いですからね、中村真理子さんのこの天地と天文もですね、面白いし、ゴルゴ13もいよいよ中国を巡る物語に入ってきましたね。まあ中国共産とこれがどうなるのかと、いうような、この世界情勢にぴったりのこの物語で。あとこの、あれですね、いよいよ、安倍が、ね、なんか、イスラエルと軍事協定結びましてね、いよいよこのタイムスリップも現実化してきましたね。もうこの、今週、この後のタイムスリップではね、もうこの、アフリカ行ってですね、実際にもう戦闘が始まっちゃってます、これね。まあ、日本も、まあこういう徴兵制でのなっていくかもしれませんね、それね。もうこうやってこの戦争が始まっちゃってるんですね。アフリカへ派遣されましてですね。まあ、そのように、この、ね、この勝負が始まっちゃってるわけですね。まあ、ですからやっぱりこの日本の漫画というものはすごいですよ。ですから、このビッグコミックさえ読んでればですね、私まあテレビは見てます。テレビを見る必要はありません。ビッグコミックさえ読んでれば、ここに全て今の日本情勢、世界情勢が描かれていると。これが今の漫画なんですね。まあそういうことでございます。それでは、日本国民の皆様、失礼いたします。頑張っていきましょう。いよいよ2月ですね。頑張っていきましょう。ありがとうございました。失礼いたします。